はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、仮面ライダークウガです。さあ、本日なんですが、新制限によってですね、マスクチェンジセカンドというね、最強カードがですね、純制限から、3枚になるとともに、スプライトスターターも、純制限から3枚解放されるというね、まあ、そういう神改定が、最近発表されました。マスクチェンジセカンドを今日はちょっと使っていこうと思っておりまして、マスクチェンジセカンドっていうのはちなみに今現時点撮影日現在ではちょっとまだ解放されてないんですけども、これが11月の11月の1日から解放されるということで、マスクチェンジセカンドっていうのがどういうカードかっていうと、まあ、おさらいしておくと、まあ、一旦1枚しか続けないんだけど、手札を1枚捨てると表側表示モンスター対象取って、そいつよりレベルが高くて同じ属性の、マスクとヒーローモンスターをマスクチェンジによる効果の扱いとして草薙か特殊ができるよということで、対象に取るモンスターをヒーローではなくても OK なんですよね。まあ本当に属性が同じでレベルが低ければ何でも OK ということで、まあ、マスクチェンジで出してこれるモンスターで一番強いのは何かっていうと、まあ基本的にはまあこのダークローっていうモンスターだと僕は思ってるんですけども、ダークローは闇属性なんですよ。で、闇属性で、レベルがだから要は、6より低いモンスターにこいつをぶち込んであげれば、出せますよと、何のデッキでも。で、相性がいいテーマいくつかあるんですけど、このマスクチェンジセカンドと、やっぱね、スプライトって闇属性めっちゃ多いんですよ。将来心、まず将来心がめちゃくちゃ簡単に、このスローンとか、この開門とかからサーチできるんでね。なんで、結構簡単に用意できるっていうのと、あとスプライトブルーとスプライトジェット、これも闇属性なんですよ。だから、この辺全部どれかにマスクチェンジセカンドぶち込んだら、ダークローできるんですね。で、しかも、スプライト、とかって結構無限保養とか割と受けるがちだと思うんですけど、無限保養もなんと、マスクチェンジセカンドをぶち込むとケアできるということで、はい、非常に強力な最強コンボになってますんで、このマスクチェンジセカンドスプライト、ぶん回していきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。チェンジセカンド来たチェンジセカンドやっぱ三積みしてるとめっちゃ来るな。いいですね、チェンジセカンド。さあ、アンクの将来心の効果を発動。無限砲撃て、チェンジセカンドスプライトしてやるからチェンジセカンドしてやるから、うわ、それは無理、それだけはちょっとうざいな。どうしよう、まあ、チェンジセカンド打つしかないか。増字一番きちいんだよな。ちょっとさ、これさ、相手のターンにも一応速攻魔法なんで打てるんで、まあ、相手のターンに打つことにしますわ。じゃないと多分このジェットたちが特殊召喚ができないので、でこれ持ってきまして、はい、で、これ次のターンの初動に しましょうか。将来神は。で、スプライトジェットの効果を発動して、で、一応スターター持ってきて、で、スターターをセットして、で、セットして、レッドだけ出しとこうか。まあ、レッドだけちょっと一応、まあ、ドローンも増えちゃうけど、一応モンスター効果向こうはちょっと構えておいた方がいい気がするんで、出しておいて、で、エンドフェーズ入ります。これで相手のターンにスターター打って、で、まあ、ちょっとね、きついんですけど、まあ、一応ね、スターター打って、これ、まあ、キャロットレッドが2になるので、一応モンスター効果と魔法トラップカード1回無効できるんで、で、チェンジセカンド打って、これ、レベル2しか出せなくなっちゃうから、まあ、一応、無限包容も、ケアできてはいるんで、これで、キャロットで出してくれば。なので、さあ、いけ！チェンジセカンド、マスクチェンジセカンドは、対象のモンスターよりレベルが高いマスクチェンジモンスターを特殊召喚。うお、マスクヒーローダークローかっこいい、マジかっこいい、久しぶりだし俺で、スプライトキャロット特殊召喚。さあ、一応モンスター効果1回無効、魔法トラップ1回無効アンドダークローです。はい、まあまあです。自由受けた割にはまあまあの展開。あー、水つき世界さんですか。勇者はですね、勇者はキャロットでアラメシアの儀を取らなければなりませんね。これなんでかっていうと、あ、これで、ダークローの効果を発動。ダークローによって相手が手札に加えた場合カードを1枚除外、トレードイン、トレードインか、なるほど、ホルスかな。これあれだな、アラメシアは多分ドラゴバックが装備されちゃうとダークローが戻っちゃうので、これ絶対に止めなきゃいけなくて、ちなみにこれもしホルスだとすると、それはいいよ、これホルスですね。ホルスだった場合ダークローマジで重いですよホルスだった場合ダークローガチで重いです、これ多分。で、アラメシアの木は絶対に開かないので、これはまあ無効ですね。
アラメシアの木はちなみにあの ドラクバックを持ってきてドラクバックでダークロ戻されてみたいなことされてまして世界終わるんで絶対通しちゃいけないと言われてます。よっしゃー来た相手腐ったぞ王の棺腐ったダークロー最強やはりダークロー最強。ちなみにもう一回魔法カードが無効にできればあの伏せカードも怖くないぜ。さあ暗黒の将来心を召喚し効果を発動。なにはあーまあいいか別にそれはあーいいよ全然 OK それは問題ない別にそこは無効にされても別にそんなに問題ない。さあこれでヒーローキッズいるのでですけどもまあ一応ニビルケア、まあ、入ってないとは思うけどした方がいいかな。ギガンティックスプライトを、特殊召喚しましてでギガンティックスプライトさんが一応効果発動するとなんかお互いにレベルにランクにリンクにしか特殊召喚できないっていうのが意味不明な縛り入るんでこれでニビルケアができる、はいでまあ、キャロットを墓地送るでブルージェットオックだけ押せばいいか、はいでブルーの効果発動でブルーによってジェットを持ってきてでジェット特殊召喚するでジェットの効果発動する最強カードスプライトガンマバーストを持ってくるまあちょっとマスクのヒーローダークローさんレベル6なんで伊達上がんないんですけどで攻撃表示に変更してでもうこれ勝ってんじゃねえバトルフェイズガンマバーストぶち込んだら勝てるやろいっけーダメしていいっすか自分うおードラーッマスクのヒーローダークローさんガンツダでしたやっぱダークローって強いなチェンジセカンドなんかやっぱあれだねあの誘発避けとしても優秀だね結構無限ホイールとかエフェクトベーラーみたいなカードを打たれた時にチェンジセカンドしてなんか変身されるみたいな儀式の下準備とかあかんだろ絶対手札が2枚増えるカードはまあ無効にした方がいいって僕のおばあちゃんが言ってたんであのもう今は亡きおばあちゃん今いや片方いるわやべ今2人とも殺してた俺頭の中でちょっとねあの母方の方のあの祖母はあれなんですけどもうちょっと他界されてしまったんですけれどもいやもうこの年になってくるとさ結構さなんかおじいちゃんとかおばあちゃんとかいなくなるからさほんとみんなおじいちゃんとかおばあちゃんマジ大戦しちゃおうよ本当にもう今僕も35歳なんですけど35にもなってくると結構やっぱねおじいちゃんおばあちゃんがねやっぱちょっとねいなくなっちゃうパターンがかなり多いので本当にこれで止まらないかなこれワンチャンこの無限抱擁でこれ相手止まる説ないですかこれで粛清って言われたら、あの粛清になる結果って言われたら、ちょっとお通夜感は、まあお通夜でもないんだけど、あれなんだけど、ちょっと無限抱擁でワンチャン止まれ。あ止まったきた熱い無限抱擁かな、まあ、多分無限抱擁でしょこれセット、無限抱擁、多分、墓洗ったるっていうから、無限抱擁、無限抱擁読み。無限抱擁、無限抱擁読み、暗黒の将来心召喚効果。で、これ多分打つよね。多分これさすがにここは打つ。相手。多分だけど。あ、OK。最初、OK。うお、チェンジセカンドチェンジセカンドマスクチェンジセカンドにより、対象のモンスターを変身させる。うお、超変身見ててください、一応さ俺の変身超変身仮面ライダークーガータンタンタンタタタタタタタ2050だからこれ殴って倒せる説あるな一応さ、してる買い物 の効果を発動これ無限抱擁読みしてるんでこれ殴れるってことでいいですか、まあ、バトルフェーズ行くぜさあ行けマスクのヒーローダークローマスクのヒーローダークローさんの効果何あーくそくそぐーいやでも言うて相手も手札一枚でしょいやこれロー引かれなければなんとかなるんだよなロー引かれたらマジでやばい粛清なる結界は、裏あるんで耐えれてちょローの積み木だけがマジでやばい本当にあの先行者も多分耐える裏あるからちょマジでこれローの積み木だけ本当にやばいローの積み木は負けかもしれんよし OK でバトルフェーズだからローあったら絶対引いてるからローじゃないなあれローじゃないってことはなんだあれわからないな。セットもしない。なるほど。なんだろうな。魔法カードとかなんですかね。下準備だとも多分打ってると思うから。あー、ブルー来た。オッケー。いやー、わからないな。これ G とかウララとかそっち系なんかな。とりあえず一回暗黒の将来心打ちますね。さあ、暗黒の将来心の効果を発動するぜ。
勝ったか、勝ったな、これうらら発動で。さあうららでじり止める。で相手もあのバカみたいな2057のバニャみたいな、もしかしたらいねえから、あれバニラは実質、あれバニラ、あれ2050バニラ、2050バニラはさすがにザコ。ブルージェットオックだけするか、ブルージェットオックだけ、はい。でやられたダークローの怒りを貴様に思い知らせてやる。よくもダークローをやってくれたら俺の許さん、絶対によくも許さん。あ、今のはあれです、仮面ライダーブラックサンの、西島秀人さんの真似です。世界一似ていない。よくも葵を許さん。あこの将来神とスプライトブルーをオーバーレインして、うお、スプライギガンティックスプライトバックターン、ギガンティックスプライトの効果を発動。ギガンティックスプライトの効果によりデッキから、あらゆるレベルにモンスターを特殊召喚できるぜ。うおー、現れろチーローキッズ、特殊召喚成功しこうか。チーローキッズを2位の数だけ特殊召喚。つえやっぱヒーローキッズ強いよな、マジでヒーローキッズ最強だと思うんだよな、個人的に。今一番こっちは一番熱いわ、ヒーローキッズで。でヒーローキッズ、あーちょっと待って、こっちの方がいいか。リンクします、はい。ねえ、これは何を出してもいいか、別にリンクスワインスどうせするから。でマスカレーナ入れ忘れてんの俺。 なんでマスカレーナ入ってんだ。マスカレーナ出そうと思って入れてないじゃん、意味不明で草。マスカレーナ入れ忘れてんの草。リトルナイトよくこれで戦えてましたね僕ね、はい。でマリトナで、マリトナはちなみに打点が高いから出していくだけですね、これね、はい。あとはガンマバーストぶち込みが勝ちなの、多分。で、スプライトエルフの効果によって、なんか打点が高いやつを一応特殊召喚させてもろうって。はっ、大丈夫だよ、ローガーディアンレベルんじゃないよね、バトルフェイズ。いけー、ギガンティックスプライトでアタックするダメージ計算値自分いいっすか。うおー、スプライトガンマバーストドガーいやマジガンマバーストめっちゃ気持ちいい、ガンマバースト気持ちよすぎだろう。対戦ありがとうございました。ヒロキで、まあ、1枚はいいんですよ、ヒロキ召喚してから動けるから。ヒロキで2枚来るの本当にキモい。マジでキモい。ヒロキちゃん1枚来てもなんかその姿勢の買い物とかで捨ててからエルフで蘇生とかできるから全然いいんだけど、2枚はほんまにキモいね。まあ、それだけかな、ちょっと不満点はこのデッキの。まあ、ただね、ヒーローキッズはさすがに1枚が3枚になるの強すぎるんで、まあ、入れない手はないなと俺は思ってるんですけど、まあ、素早い系のねモンスターとかでも全然いいかなと思うんですけど、スプライトスプリントを入れてなんかね展開伸ばすのもあるからね。エンシェントフェアリー、お前ふざけんなよ、これあれじゃねえかよ、これテンパイ使ってやることができき、バージョンなんだこれ、わかんないけど、ウルトラストリートハイパースタジアム、何これ。ちょっとわからんわからんわからん、これ何これ。おテンパイで言うと見つかけたなんかクソリッキやめろ。カーナビエンシェントフェアリー、はい、エンシェントフェアリーからのフォーミュラーストリートカーナビゲーター、なるほどね、はいはい、わかりません、これは何でしょうか、これどういうことでしょうか。アクセルシンクロスタラソドラゴン、あーなるほど、はいはい、あーで1中な蘇生か、急シンクロってことですか。アクセルシンクローの効果発動、スターダストドラゴンを特殊召喚しつつ、ふぃー、新キーラスの方じゃない、新キーラスの方使ってくれよ。まああれ持ってるやつあんまりないって言われてるけどな。あ出た、何の効果もけないパワーツーブレイバー、やばい、何の効果もけない最強パワーツーブレイバー来た。パワーツーブレイバーで妖刀竹光と、俺竹光と神刀竹光、まあ、いつもの最強セット、いつもの最強セットで神道竹光によって竹光が装備される、はい、なるほどね、わかんねえけど、これなんかあれかな、まあ、とりあえずドローがしたいのかな多分だけど。さあ竹光をバウンスしつつ、グラコン、はい、グラコンからの妖刀竹光、黄金色を持ってくる、はい、遠征竜バーナー、強っ、そんなカード入ってるんだ、これ何のデッキだ、これあれか、スーパードローテンパイ竜か、スーパードローテンパイ竜って何すんだ、わからん、遠征竜入ってましたっけ、なんか封印でも解くのかこれ、
三元海面、はい、三元海面で、あ、それ持ってこれるんですね。あ、それ持ってこれるんですね。なるほど、確かに炎属性ドラゴン族だった。黄金色の竹光めっちゃ連打されていく。さあ、黄金色の効果によって、でさらに魔法石の採掘も発動されていく。魔法石の採掘でバーナーを捨てながら、黄金色を、回収して、黄金色の効果によってさらにドローを加速していく。なるほど、なるほど、なるほど。ブラスター効果、墓地から特殊召喚できますよ。あ、レベル7のモンスター2体並んだ、強そう。うわ、やばやばいことしてる、やば、なんかやばい動きしてる。これなんか謎に竹光でめっちゃドローした後にギャラクシートマホーク出してきてる、やばい。これ何、これ何が起きる、一体全体これは何が起きるって言うんだ。グラビティコントローラーちゃんにリンクスワイにはできないっていう縛りがあるんですけど、ミスケープバーバー何、はい、誰、リンクスパイダー、はい、え、どういうこと、わらわらわら、なんだこれ、何をしてんだ、なんか普通にシンクロとかするんじゃねえのか、あ、違うわ、あ、ラスカルデットか、なるほど、あ、そういうことか、マジでドローしてんな。で、4枚ドローをぶち込まれていく、4枚ドローぶち込まれていく、で、さらにカードを3枚デッキに戻していく、なるほど。で、魔法石の採掘、採掘、もう手札そんな減ってたらさ、エクゾディアソロワンクね、そんなに減ってない、大丈夫、これ、やっと5枚だよね、これ。これ手札減らしすぎなんじゃないの、さすがに。はい、どうぞどうぞどうぞ、全然どうぞ。あ、テンペスト、あー、なるほど。で、特定のカード、でも手札足んなくね、これ絶対、いや無理でしょこれ普通に考えて、これ何がしたいんだ、はっ、やばい、超再生能力やばい、これさ、うわあ、そういうこと、やば、超再生能力久しぶりに使ったな、これこれさ、ドラゴンとか手札から墓地送られたりリリースされた数だけエンドページドローできるんだよね、なるほどね、9枚ドローは草